果物。果物、果物、フルーツは、食用になる果実。水菓子、木菓子とも言う。一般的には、食用になる果実及び果実的野菜のうち、強い甘みを有し、調理せずそのまま食することが、一般的であるものを、果物、フルーツと呼ぶことが多い。競技には樹木になるもののみを指す。だが、広く多年性植物の食用果実を果物と、 定義する場合もあり、農林水産省でもこの定義を用いている。果物とは食用になる果実のことである。果物は様々な栄養素を含んでいる。人体に必要な糖分やカリウムが豊富なものも多い。果実を乾燥させドライフルーツとする例も多い。乾燥させた場合、糖分の濃度が高くなり保存に適する。なお乾燥した国では、 水分の補給源としても重要な役割を果たしている。日本では果物は糖分補給のため甘みを楽しむためやビタミン源として取られてきた歴史がある。糖分だけでなく酵素を含みさほど手間をかけずとも潰して放置するだけでそれ自体で発酵し酒となるものもあり、酒の原料としても用いられてきた。特に葡萄のワインは地中海周辺やヨーロッパ、 そして、欧米諸国、南米、オーストラリアも含むで非常に広まった。リンゴなども同様である、シードル。料理に利用する例も多い。その甘みや酸味を利用したり、種によっては、タンパク質分解酵素を含む、パイナップルパパイヤなどため、肉類を柔らかくする効果も持っている。なお、日本では、贈答品や、お見舞いの品として利用されることも多い。 熱帯果樹では三大果物と呼ばれるのがマンゴーチェリモやマンゴスチンである。ドリアンは果物の王、マンゴスチンは果物の女王とも言われる。中東ではデーツ、ナツメヤシの果実が広く親しまれている。歌唱、花たくともという花柄の先端にある部分が発達して果実になったもの。 脂肪壁が発達して果実になったもの。火火が乾燥して硬くなっており、種子と密着していない果実。中に1、数個の種子を含む。ミカン科のミカン属、キンカン属、カラタチ属などに属する植物の総称。カラタチ以外は、常緑性。トロピカルフルーツ。亜熱帯から熱帯に分布する、常緑性の果樹。フェイジョアのように体幹性に優れるものもある。 農林水産省では、果物のように食べられる野菜を果実的野菜と分類し、区別している。果物は、動物が食べたがる果実である。果物と言われる果実は、生物学的な果実の分類の上ではいくつかの、類型にまたがるが、いずれにしても、一般的な植物組織よりも柔らかく、糖分、ビタミン C などを多く含む部分を持つ。 また赤や黄色に着色する例が多い。これは植物の繁殖に関する戦略として動物に食べさせ、それによって種子散布を動物に担わせるという方針によっている。植物は移動できないため種子形成の際にこれが移動することは花粉媒介と並んでその分布拡大や個体群の維持において極めて重要である。そのために 様々な戦略を取る植物が存在するが、動物に運ばせるのは、その代表的な方法の一つである。そのための具体的な方法の一つが種子及びその周辺に動物の食料として魅力的な性質を与えることで、動物がそれを食べ、あるいは食べる目的で輸送を担う、というものである。種子そのものを食料とする例、どんぐりなどもあるが、それよりは、 周辺部を過食とした方が種子の犠牲は少ない。これが果物というあり方である。植物の一般的な組織、例えば葉や茎は生きた原形質を含むからそれなりにバランスの取れた食料であり得る。しかし細胞壁がセルロースという丈夫な成分で作られていること。セルロースそれ自体もカロリーは高いものの消化の困難なものであることなど。 植物を餌とするのは難度が高く、専門的な食食者は様々な得意な適応的な形質を持つのが普通である、すりつぶす派、複数に分かれた複雑な消化管など。それに対して果物の果食部は一般的な植物組織よりはるかに動物に利用されやすくなっている。糖分が多いのも、消化酵素が含まれるのも、 動物がそれを利用する場合の利便を図っているものであり、それによってより多くの動物を引き寄せることを目指しているとみてよい。当然、それは植物にとっては損失であるが、むしろ動物を誘引することで、種子散布をより効率よく行うための投資である。果実が熟するにつれて、赤や黄色などに着色するのも、動物にとって目立つようになり、 食べ頃を知らせる信号の効果を持っている。果物が美味しいのはその味が動物全般の好みに合致していることによる。人類が果実を好むのもこの戦略に乗ったものと考えても良い。甘みはフルクトース、グルコース、諸島などで構成されている。L、グロノラクトンオキシダーゼ、ビタミン G 合成酵素遺伝子の活性はいくつかの種の進化史の中で、 それぞれ独立に失われている。哺乳類では、天竺ネズミやジカビサルワモクの霊長類が、この遺伝子の活性を失っており、そのためにビタミン C を合成できないが、その原因となった突然変異は別のものである。どちらの系統でも、活性を失った遺伝子は、多数の変異を蓄積しつつ、偽遺伝子として残っている。 スズメメの鳥類では活性の喪失が何度か起こっており、またおそらくは再獲得も起こったために種によってビタミン G 合成能力が異なる。他にコウモリ類もこの遺伝子の活性を失っている。これらの動物が遺伝子変異によるビタミン G 合成能力を失ったにもかかわらず継続的に生存し得た最大の理由はこれらの動物が 果物等のビタミン C を豊富に含む食事を日常的に得られる共生環境をあったためである。霊長目でこの酵素の活性が失われたのは約6300万年前であり、直気ビサルア目、酵素活性なしと極ビサルア目、酵素活性ありの分岐が起こったのとほぼ同時である。ビタミン C 合成能力を失った直ビサルア目にはメガネザルシタメやシンサルシタメ、 猿、類人猿、人が含まれている。果物との共生関係は、人の直径祖先を含め少なくとも6300万年以上の共生関係にいったと考えられる。果物は、野菜と共に、がん予防の可能性が大きいものとされている。腎臓に障害がなくカリウムを摂取しても問題がなければ、カリウムを豊富に含む野菜や果物の摂取を増やすことにより、 高血圧の高圧が期待できる。果物は甘みと酸味を持ち、思考品的傾向が強い。また、植物一般に比べて糖分が多く、カロリーが高く消化が優しい。そのため病人に果物を当てがう例が多々あり、見舞いには果物詰め合わせが定番である。日本では古事記や日本書紀に田島森が十一大水人天皇の命により、 肘じ好み、と軸の家具の好みを求めて、とこよの国に渡った。十年かかって初期の枝と果実付きの枝を日本に持ち帰ってきたが、水人天皇はすでに亡くなっていた。柑橘類で、これが水菓子、果実のもとになったとされる。田島森は水曜日菓子の神として祀られている。メロンやリンゴなどの水分量が多い果物は、 生水が飲めない時代や地域で飲料水の供給源となっている。日本、果物商業共同組合連合会、日華連は果物を食べる習慣を広めるために1998年より毎月8日を果物の日と制定している。果物ができるためには原則的に受粉が必要であり、受粉がなければ果物はできない。受粉は昆虫に依存しているが、 現代の農業においては特に養蜂家が飼っている蜜蜂に依存している割が大きい。近年、北米やヨーロッパにおいて、法軍法解消法群 CCD という蜜蜂が大量に失踪したり死んでしまう現象が頻発しており、北米の蜜蜂は数分の1が死んでしまった。もしもこれ放置しさらに拡大すると、蜜蜂の全滅の可能性すらあり。 果物の収穫工などのお業全般に大きな悪影響を及ぼす可能性があると予見され社会問題化した。そのリスクの大きさを考慮してヨーロッパの各国ではすでにネオニコチノイド系殺虫剤の使用禁止などの対策を行っている。米国ではネオニコチノイド系殺虫剤を製造している大手化学メーカー政治的圧力のため課長者結果が隠蔽されたり対策が お手に回ったり、不完全な対策にとどまる、などのことが起きている。果樹を栽培するときの木の形。主幹及び骨格枝の配置で樹形が決まる。枝の名称は、主として、剪定作業をする際に、それぞれの枝の役割を明確化させるために使用される。この名称により剪定作業を説明することができる。また、適化や適来作業時にも使用される。 家樹裁判の基本は、栄養成長と生殖成長を調整させ、安定生産を目的とするため、この両方の成長の均衡の維持基本となる。家樹は、形質が固定していないため、種子から育成した場合、親と異なる形質の苗木ができてしまう。したがって、種子による繁殖、未症法は、代木の生産に利用させる。よって、家事の苗木生産は、 栄養生殖によって行われる。方法は、次期刺し木取り木株分け、ヒコ利用である。苗木生産ではないが、高次による成りきの品種更新法もある。樹種により、私有遺種、キウイフルーツや自家不和合成、植物、リンゴなし応答など、や竹不和合成等の場合、充分せず果実が結果しない場合があるため、樹古樹の設置や人の手により、樹古させる必要がある。 文衆みかんや一部かき等では受粉せずとも、結果をする。このような性質を、単ため結果性という。また、ジベレリンを用いて、ぶどうや、ひなた夏は、単ため結果をさせ、種なし果実を作れる。肥料を与えること。根群の水平分布は、樹幹と同等か、それよりも広がっている。そのため、幹周りには養分を吸収できる細根が少なくため、 右回りに整備をしない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。